火曜日です。戦うコラムニスト勝谷雅彦の納得いかない。コラムニスト勝谷雅彦さんです。おはようございます。おはようございます。シリアをめぐる情勢ですけどね。そうなんです。どうも日本でわからないことがいっぱいありすぎて困ってるなという感じがするんですけど、どうですか。はいはいはい、まずイギリスが逃げましたね、離脱しました。はいはいはい。これはイギリスにおけるその前回のですね、イラク攻撃の時の傷跡っていうのはアメリカよりもちょっとしたら大きいわけですよね、つまり、情報を間違えた、もしくは捏造していたという疑惑まであってですね、大量の破壊兵器があると言いながら結局見つけられなかったと、それをまあしっかり検証するところがイギリスの偉いところなんですが、時の内閣が吹っ飛びそうにまでなりました、だから、総ホイホイはもうついていかないぞということなんですが、だけどこれ最も強い絆を同盟国がさっさと降りれるんだなとは思いましたね。最もイギリス国内の報道を見ていると、これでやっぱり安全保障にひびが入ると政府は心配しているみたいですが、やはり議会制民主主義国の、元祖ですから議会に反対されると押し通すわけにはいかない、あれは憲法的には別に派遣してもいいらしいですけれども ね、で、まあ降りたと。でフランスがついていくんですよ、アメリカに、らしいですね。これフランスはもともとある意味シリアの宗主国なんですよ、ずっと保護領でしたから。で中東っていうのはずっと、アラビアのローレンスなんか見ても分かるようにイギリスとフランスが覇権争いをしてるわけですね、でだからイギリスが降りたからってフランスは自分のところの保護領みたいなところから降りるわけには、いかないというわけなんですよね、それでアメリカはオバマさんはというと、これやっぱりイラクトラウマがあるわけですよ、それともう一つは、連帯責任にしようとしたわけですよね、だから世論に対してはそのイラクトラウマを消すためと、それから、万一何かうまくいかなかったときは議会を認めただろうという逃げ道を作っておこうと。ところがですね、これ今情勢的には、五分五分ですね、特に下院は負けてんじゃないかというぐらい。これもですね、日本の国会とか見てるとイギリスと並んでアメリカの議会が羨ましいのは、もう共和党や民主党で分かれてないんですね、それぞれの国家間安全保障間でもうバラバラなことを言っている。イギリスだって与党で反対票を投じた人は30数人いたらしいですもんね。だから党議拘束っていうくだらないことやってるのは原始日本主義は民主主義は日本だけで、それぞれの議員が見識を持って票を投じるわけですね、だからオバマさんは、一人一人呼んで本当に説得するようなことをしていますよね、それでしかしこれはね、やっぱりそのどうして攻撃したいかというと、それは大量破壊兵器を本当に使ったっていうのはもう近代では稀ですね。イラン・イラク戦争の時使われたとかね、フセインがクルドに対して使ったとかっていうことはあっても、もうその後これだけ近代の大量破壊兵器はダメだよと言った後に堂々と使ったのは今回のシリアが初めてに近いと思いますね。しかもサリンでしょ。サリンですですよね、しかも隣がイスラエルですから、イスラエルは当然自分たちに向かって使うということを警戒してるわけですよね、だからもう使ってる場所がやばいわけですよ、まず一つは、それとこれを許すと、さあここからが日本にとって一番大きな問題なんですが、隣の北朝鮮が膨大な化学兵器を持ってるわけですよ。らしいですね。これはもうヒンジャの爆弾、核爆弾と言われまして、化学兵器は、要するに貧しい国家でも持てるわけです、コストは安いから、で結局あれだけひどいことをしても38度線を超えて韓国やアメリカが攻撃もできないのは、ソウルに向けてその膨大な化学兵器が大砲の長距離砲に詰められて用意されてるからなんですよね。と同時にこれは日本にとってもシャレじゃなくて、本当に拉致であれだけ拉致犯罪で入ってきたみたいに工作員がズーズー入ってくる国ですから、そんなものを地下鉄サリン事件のように使われたらえらいことですよね、だからそういうことをやった国はもう必ず報復を受けるんだというルールを、確立しておかなきゃいけないというのがアメリカの考え方だから、一番その本当は気にしなきゃいけないのは日本なんですよ、化学兵器は使っちゃいけないというルールの確立に対してね。ただ日本のスタンスがまだ明確にはなってませんよね。オバマさんは日本を今のところ巻き込みたくないんだと思いますね。巻き込みたくない、つまり安倍さんをあまりその窮地に追い込みたくない、というか今のところ非常に安倍政権はうまくいっている、で経済が立て直されようとしている、そういうような時に、安全保障の面で非常に辛い選択を、させるような、例えば
手伝いに来いとかね、補給はやってくれとかね、そういうことを、それともう一つは、やっぱり日本は今もうアジアなんですよ、中東のことはとにかくうちがやると、だからその間はちょっとアジアであまり中国に勝手させないような、ぐらいの緊張感は維持してくれよと、いうことで、これははっきり分担が本当に分かりましたよね。シリアのアサド政権が、サリンを使ったということについて、明確な証拠がないなんていう言い方はずっとされてるんですけども、よく考えてみたら、そういう化学兵器を使った明確な証拠が果たして出せるものかどうかという疑問もありますよね。その通りなんですね。戦場でしょ、しかも。映像でも残っていればですけれども、つまり、サリンが使われたということだけなんですよ。そうですよね。分かっているのは、でどっちが使ったかは分からないわけですよ、でもぐちゃぐちゃになってますから、国の中の政府がも体制が持ってたものを反体制が、奪って使うことも可能なことは可能ですよね、でサリンというのはいかに難しいかというと、我々のオウム真理教のサリン事件を思い出していただくと、まず松本でサリンが使われたけど、これはサリンだって最初分からなかった、そもそも、で河野さんという方が冤罪で捕まったりね、しましたね、しましたよね、それでその後翌その次の1月の元旦に読売新聞が上九重村でサリンが発見ということを大スクープ打ってるんですけども、それでも警察は動けなかった、でその後とうとう霞が関のサリン事件が起きてしまう、それから2ヶ月経ってようやく、サティアンに捜査が入ったわけですよ ね、 そ, うでしたね。それぐらいで、あの時 の、 朝原将校の発言覚えてますか、我々が毒ガス攻撃を受けていると、だからこれが化学兵器の怖さで、どっちがどっちに対して使ったかということを証拠出せるのはなかなか難しいですね。そうなんですよね、これはね、どっちの言い分も相手を責めるわけですからね、結局は言い分だけを証拠とするならばですね。そうです、それとイギリスの議会の中で反対している人たちの中には、反体制派の方が立ちが悪いって言ってる人たちもいるんですよ、確かに反体制派と言われる人たちが虐げられた、いわゆる正義の側で、アサド政権が悪の側であるというような単純な分け方ができないみたいですね、どうもシリア情勢は。一般市民が殺されているという現状には目を向ける武器ですが、だから、議員の中には人道支援をしろと言っている人もいます、つまり敵味方を分けずに、両方に対してお前らも戦いやめろよという脅しをした方がいいんじゃないかと、だからいろんな考え方がありますね、で、本当になんか中東の国々の出来事というのは、もう我々にはもう理解しがたいことがあまりにも多すぎますよね、政治的にも民族的にもですね、どうも理解しがたいことが多いですね。だけどそれは引き寄せてくると、今 の、 サリン北朝鮮の問題のように、何かしら非常に関係がある。例えば、今いよいよ東京オリンピックがあるかどうかって話になってますけども、非常にかわいそうなんですけど、トルコはもうこれでないですね、ほぼ。確かにね、隣国で化学兵器が使われているようなところ、どうやっても国境を越えて持ち込むことだってできるわけですから、これはちょっとやっぱりみんなビビりますよね、そしたらスペインか日本かという話にやっぱなってきますよ。だからそういう意味でも関係してくるわけですよ。そういう意味でも関係あるわけですね。はい、ありがとうございました。はい、どうも。コラムニスト勝谷政彦さんでした。